はい、でも皆さん、こんにちは、こんばんはございます。ムチゲームズのムチです。今回なんですけども、今日のね、4月27日の更新でね、登場したこちらのね、A ランク以上確定スカートと、こちらの10チーム確定スカートで、ね、登場したんですけども、まあ、今回こちらについてね、話していきたいと思います。というわけで、前回もちらっと言ったんですけども、まあ、今回ね、まあ、こっちに触れていきたいと思います。まあ、早速なんですけども、こちらのガチャね、まあ、ランキング走り方は絶対にね、引いた方がいいかなと思います。まあ、こっちの方のね、セレクションの TS のね、まあ、30連引いた方がいいって思う方もいるかもしれないんですけども、基本的にね、まあ、こっちはエナジーもだいぶかかりますし、30年引いてもね、まあ、TS の確率12分の1なんで、まあ、エナジー効率を考えたら圧倒的にね、こっちの方ガチャ回して、まあ、ボーナス上げた方がいいのかなと思います。まあ、累計でね、A ランクの選手とか、あと S ランクの選手も、まあ、多分引いて、そっからの気が走ると思うんですけども、まあ、残りのね、足りない分を A ランク以上確定スカートか、もしくはね、10チーム確定スカートを引いた方がいいかなと思います。まあ、僕個人的には、まあ、A ランク以上確定スカートの方を引いてね、まあ、ランキング走るのを一番おすすめしたいなとは思います。まあ、なんでね、こっちの方で、まあ、引かずにね、こっちの方でね、イベントボーナスついてるんで、まあ、こっちの方引きましょう。まあ、あとはですね、まあ、ボーナス上げるためには、限界トップコーチをね、使ってボーナス上げるっていう手もあって、まあ、それもね、結構いいのかなと思います。まあ、基本的にね、B ランク限突コーチとか、A ランク限突コーチはあんま使いどころないと思うんですけども、まあ、A ランクはね、覚醒とかでも使うか、まあ、そういう時にね、ボーナスを上げるために、限突コーチをね、ここで使ってあげるのはめちゃくちゃいいのかなと思います。まあ、結構皆さんね、B ランク限突コーチとか余ってる方多いと思うんで、こういう時にね、使ってランキングのボーナスをね、曲げるのはいいのかなとは思います。まあ、結構今回のランキングね、緩いみたいなんで、僕全然ランキング見てないんですけども、まあ、600とか700とかでいけるんですかね、まあ、かなり緩いっぽいんでね、まあ、結構おすすめなのかなとは思います。そしてですね、そもそもランキング走る機会に関してなんですけども、まあ基本的にね、まあ純粋勢の方は走ってもいいのかなとは思います。まあかなり少ないエナジーでいけそうですし、まああとはね、まあ、ゴールデンウィークももうすぐなんで、もう結構ね、時間があるよって方もいると思いますしね、まあ、まだ全然2日目、3日目とかだと思うんですけど、今から走ってもね、全然間に合うと思うんで、まあ今からね、あ、ランキングいるそうだなと思ってね、走るっていうのは全然ありなのかなとは思います。ただね、こうやって言って、まあ僕そこまで影響力ないと思うんで大丈夫だとは思いますけども、まあこうやって言ってね、めちゃくちゃランキング走る方が増えたらなんか申し訳ないです。まあ、けどね、まあ、正直メンバー見た感じ、まあ、やっぱここでねエナジーをめちゃくちゃ使うのはもったいないのかなとは思います。まあ、結構ね、まあ、第1弾過去の第1弾と比べてもやっぱプロスペース的にはね、まあ、そこまで強いっていう選手がいないですし、まあ、純正的にはね、まあ、もちろん純正的には強いよって選手も結構いるんで、まあ、やっぱ完全にね純正向けかなとは思います。まあ、純正生だったらやっぱねドラゴンズのね王の選手とかは全然ランキング走って取りに行く価値とかはあるかなとは思います。まあ、あと丸選手とかね、まあ、結構丸選手、まあ、今も結構強いんかな、まあ、守備適性結構下がってますからね、もう去年のやつ持ってたらまあまあいい気がしますし、安明選手とかもね、まあ、今のやつよりは強いですけども、まあ、基本的に純正向きなのかなとは思います。続いてね、まあ、ランキング走る方に向けてなんですけども、まあ、ランキングね、まあ、僕も結構走ったことあるんで分かるんですけど、やっぱランキング結構ね、どんだけ緩いって言ってもやっぱ結構きつくて、やっぱ最終日かな、まあ、最終日に結構ね、まあ、あの時間がないと厳しいのかなとは思います。まあ、最終日のもうほんとね残り 2、3時間、2時間とか1時間でねめちゃくちゃ伸びたりするんで、まあ、最終日に時間空けれないよって方は、まあ、結構かなりねあの前日とかその日の朝周りに結構ポイント差をつけてね、ボーダー以上、ほんと予想以上のねボーダーまで走っておくのがおすすめかなとは思います。まあ、ここでねやっぱランキング漏れちゃうと、まあ、選択できなくてね、やっぱ結構12分の1当てるのはかなりこのゲーム厳しいですから、なんとかね、まあ、余裕持ってあのランキング走ることをおすすめしたいなとは思います。まあ、さっきも言いましたけどね、今からでもランキングは全然間に合うと思うんで、まあ、結構3万位とか、まあ、もしくはね全然1万以上狙いに行ってもいいのかなとは思います。あと限突コーチとかももらえるのはね、まあ、最近のイベント結構大きいのかなとは思います。ただね、まあ、結構これ通常とか現役の選手も多いんで、まあ、限突に関してはねやっぱ OB とかと比べたらかなりしやすいのかなと思うんで、まあ、無理してねやっぱ誰取るかにもよりますけども、やっぱ誰あの無理してね A ランク取りに行く必要はあんまないのかなとは思います。結構ね通常で輩出されてる選手も多いんで、まあ、あと今後ね、まあ、期待かなとは思います。続いてね、まあ、リアタイの全国大会ね延期だったんですけども、こちらのセリーグ杯パリーグ杯タイブレーク杯がね
ついにやっと決まりました。5月5日日曜日の3時からということでね、まあ、予定日時より1ヶ月ぐらい遅れてますけども、ついにね今年今シーズン初のね大会が開催されるということで、まあ、カーソルもねマジで軽くなったんで、僕もマジでちょっと打ちやすすぎてびっくりしましたね。めちゃくちゃ本当に打ちやすくて、まあ、リアタイねまたやろうかなと思いつつもやってないですいや、ちょっとまず生放送とかね、ほんとやろうと思ってるんで、まあ、ぜひよかったら見に来てください。大会に関してもね、大会配信とかやろうと思ってるんで、まあ、もしよかったらね、見に来てくれたら嬉しいなと思います。まあ、報酬はね、まあ、SK 役士とか、まあ、ランキングね、やっぱ1000位とか入ったらリボンとかももらえるんで、まあ、結構ね、リアタイ勢にとっては大きい大会なのかなとは思います。まあ、何度も言ってますけど、やっぱセパね、まあ、セリーグ杯、パリーグ杯に関してはリボンとかかなり取りやすいと思うんで、まあ、なんとかね、僕自身もね、パリーグ杯で、いや、1000位入れるようにね、頑張りたいなと思うんですけども、保険でもないですけどね、僕全然最近宮田やってないんで、まあ、結構こっからね、練習していかないとやばいかなっていう思ってます。まあ、ボーダー的にはね、まだなんとも言えませんけども、まあ、結構緩いのかな、まあ、7500ぐらいで多分リボン取れると思うんで、7500、600、まあ、8000多分いかないと思うんですよ、セパリーグは。まあ、多分タイブレイク杯は8000以上いくと思うんですけども、まあ、セリーグパリーグ杯はね全然8000いかないと思うんで、まあ、そう考えたらねかなり大きいのかなと、リボン取りやすいと思うんで、まあ、まだリボン持ってないよとかって、まあ、あとリボン欲しいよって方はね結構セリーグ杯パリーグ杯おすすめかなとは思います。僕もね、まあ、頑張るんで皆さん頑張りましょう。ということでね、パッとオーダー組んでみたんですけども、まあ、見たらわかる通りね、まあ、スピリッツがかなり低いなっていう感じですかね。まあ、あとは2チャームの選手がめちゃくちゃ多いんですけども、やっぱそれはね、やっぱハムジュンとか、純正やってる球団の選手が多くなるのは仕方ないのかなとは思います。まあ、パリーグの選手がね、とりあえず入ってればいいんで全員。まあ、これでいけるんですけども、やっぱちょっとスピーが低いのとね、まあ、どうだろうね、まあ、スピリッツがかなり低いのかなと思います。まあ、あとね、特訓とかまだ終わってない選手もいるんで、まあ、2チャームの選手はね、基本的に全部マックスまでやってるんですけども、特殊能力含めて、まあ、2チャーム選手、2チャーム以外の選手とかね、まあ、あとは最近ゲットしたばっかの選手、稲葉選手とかも全然上げてなかった気がするし、まあ、ちょっとその辺はね、これから育成の方も頑張ろうかなと思います。皆さんのオーダーとかね、ぜひよかったら教えてください。まあ、どれで出るかとかもね、教えてくれたら嬉しいかなと思います。まあ、結構僕ね、野手とかはね、セリーグ結構強い選手持ってるんですけども、あ、もう伊藤大海選手とか結構使えそう、中継ぎとかで。武田選手、あ、まあ、結構ね、もう選手はね、増えてきたんですけども、田淵選手とかね、多分使いたいんですけどね、超一枚でしかいかないんで、まあ、ちょっと厳しいのかなと。結局やっぱスピリッツ的にね、まあ、かなり厳しいと思うんで、これからね、ちょっとスピ会とか頑張っていこうかなと思います。まあ、ちょっとコナミさん、ほんとね、スタミナ半分いつ来るんでしょうか。もうスタ半ね、マジで来てほしい。まあ、あとは特訓 1.5 倍とかもね、まあ、全然しばらく来てなかったっけ最後いつ来たか忘れましたけども、その辺もね、来てほしいなとは思います。ということでどうだったでしょうか。まあ、イベント走る方はね、今週1週間頑張ってください。まあ、ゴールデンウィークということでね、皆さん外出される方も多いと思いますしね。僕もまあ、これからね、どっか行こうかなとは思ってます。基本的にね、まあ、どっか行くイコール友達と遊びに行ってるんですけども、まあ、ちょっとね、この1週間ゴールデンウィークはね、どっかに、函館行きたいんですよね、めちゃくちゃ。ちょっと話ね、ずれちゃうんですけど、今やっぱコナンの映画ね、やって、函館舞台になってて、函館がね、めちゃくちゃ行きたいなと思ってて、まあ、けど言うてもね、僕先月行ってるんですけど、北海道一周で。やっぱ桜の時期、もう桜もね、今日27日なんですけども、もうそろそろ枯れるかなと思っちゃうんですけども、函館のね、やっぱ五稜郭の桜見に行って、まあ、あとはね、函館の夜景をもう一回、先月見たばっかだけど、もう一回行きたいなってめちゃくちゃ思ってるんですよね。まあ、ただやっぱ僕今ね、免許は持ってるんですけど、車持ってないってのと、まあ、あと結構ね、僕札幌住んでるんですけど、札幌から函館結構遠いんでね、まあ、行きづらいなーってのもあってね、また人がね、もうめちゃくちゃ観光客が多いらしいんで、函館、やっぱりそのコナンの影響もありますし、まあ、もともとね、やっぱ函館って結構有名な観光地なんで、まあ、それも含めてね、今めっちゃ迷ってますね。まあ、行くならまず天気がいい京都が、でも今今日は無理か。いや、明日とか本当に行きたいなと思ってます。ぜひ皆さん、函館行った方とかいたらね、教えてください。ちょ、前回ラッキーピエール食べれなかったんで、ちょ、ラッキーピエールとかもね、食べたいなとは思ってるんですけど、めちゃくちゃ函館の話でした。ということで、最後の一つだけありがとうございました。それでは、おちちー。